とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はいつもとは違うアカウントですね。スイッチ版の方のアカウントで動かしております。これ使うのがほんと久しぶりで、使うときって、古代狩りを、2アカウントで回るときですね。そういうときに使います。やっぱり2人で古代狩り回ると効率がかなりいいんですよ。で、古代狩りをやるにあたってレベルがね、1回やるごとに俺ね、10周ぐらいやるのよ。ならばレベルがね、60か70下がるの。70は下がるね。なので、ちょっとね、レベル上げなんとかならないかなと考えたところ、ナイトメアで1周するとどれぐらいレベル上がるんだろうと思いました。今日はね、ちょっと検証で、ナイトメアモッドの、ハテナハテナハテナ、あそこを一周すると、レベルはいくつ上がるのか、見てみましょう。ちなみに、今のレベル、37ですね。古代狩りに、レベルを捧げるのは、37からは捧げれないんですよ。これがね、最低のレベル。なので、こっから1回でどれぐらい上がるのか見てみましょう。それではナイトメアモッド入れてきました。行ってみましょう。ちなみにこれパソコン用のやつなんですけども、ナイトメアをやるとレベルぐんぐん上がるんですよ。むちゃくちゃ上がるのよ。で、ナイトメアでのレベル上げは、やりません。ちょっとずるいのでね、ナイトメアで、こんな検証とかだったらやるかもしんないんだけども、率先してレベル上げっていうのはやらないようにしております。ちょっとねずるいんでね。なので、こういうねサブアカのレベル上げとかそういうのはやっていこうと思うのでよろしくお願いします。どうだろう。あー、今ね、スイッチの方のアカウントをね画面見てるんだけども、すごいね、レベルっていうか経験値のところがギュンギュン上がっていく。で、一応一周だけども敵はまあ全部倒すような感じでやっていきたいと思います。さあ、どんぐらい上がるんでしょうか。まあ普通にね、アポカリプスプラス25を周回するだけでも結構上がるのよ。まあ結構って言っても一周で4か5ぐらい。4か5ぐらい上がるんで、まあそれでも全然十分なんですけども、ナイトメアでね、もっと上がるっていうんであれば、こっちの方が楽だもんね。うん。やっぱね、古代狩りするごとに、レベルがね、60も70も減ってると、ちょっとね、きついんだよね。結構きつい。ここ何回も何回も周回して、レベルを元に戻さなきゃいけないので、それがね、一発で戻るっていうのであれば、まあまあまあ嬉しいっすよ。嬉しい。あ、むしろここよりも、あれか、ボスラッシュに行った方がいいのか。あ、でもね、ボスラッシュは、このね、無敵バブルビルドで、倒せるやつ、倒せないやつがいるんだよな。なので、あれはあれでちょっと時間かかってよくないか。まあまあいいや。とりあえず、もう少しで終わりそうですね。もうちょっとで、ボスです。でも、ボスの手前の、分かれ道、そっちにも、行ってみましょう。お、なんかレベルが上がる音が聞こえるね。レベルアップの音は聞こえてますね。行け。こっちまで全部行っちゃえ。よし。終わりかな？いや、もうちょっとこっちにいる。キャプテンがいたか。今回結構キャプテンはたくさんいたんじゃない？いつもよりもなんか多めな感じがしましたけどね。では、ボスですね。あ、ちょっと待って、ボスきついか。あ、そうか。ちょっとボスが、これでいったらいいかな？多分ダメージ与えれないので、怒りで行くしかありませんね、これは。雑魚が出てきてくれれば、危ねえ危ねえ。
毒ダメージでこれだからね。オッケー、雑魚が出てきたらこれ巻き込んで倒しちゃいましょう。しゃあ、はい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 。ではナイトメアのハテナハテナハテナ、これ一周しました。サブアカのレベルはいくつになってるんでしょうか。見てみましょう。結果はなんとレベル7上がりました。レベル7っていうとアポカリプスプラス25、普通のやつで周回するのとさほど変わりはなかったですね。あんまり経験値が入ってないっぽいイメージです。メインの方ね、レベル1000以上あるやつだったらば、結構ギュンギュンレベルっていうか経験値がね入ってくるんだけども、レベルが低いやつに関しては変わらないんだね。そんなに変わりはないです。なんかね、一発でレベル100ぐらい上がるかなと思いきやレベル7しか上がりませんでした。多分ね、取得経験値だとするとおそらく100ぐらい上がるぐらいは入るのよ。でも多分レベル補正かなんかだろうね。レベル低いのがいってもアポカリプスプラス25とナイトメアは変わりはそんなにないです。ほぼほぼないと思う。なので意味がなかったですね。では古代狩りはもう普通に上げるしかないんだな。もう頑張るしかないんだ。わかりました。今日の検証結果こんな感じです。とても残念です。100ぐらい上がると思ったんだけどな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。